KS-1900mm 降射砲は、ソビエト連邦で開発、運用された降射砲である。第二次世界大戦終結後に導入され、朝鮮戦争やベトナム戦争などで共産党陣営の兵器として運用された。イスラエル国防軍歴史博物館の KS-19、KS-19 は、現在では、死体空ミサイルなどの発達により、 前線からほぼ退いている重軽引対空砲の一種である。転引砲であるため ATT のような重砲兵トラクターが運用には必要だった。運用に必要な15名の砲兵たちはこのトラクターで予備弾薬などとともに運搬されるのが一般的であった。熟練の兵士になると1分間で15発の砲弾を発射可能であったと言われている。 KS-19 の方兵らは、対空目標の発見に長けており、3-9やプアゾ6、19などのレーダーと共に運用することで精度の向上が期待できた。KS-19 は、重い砲弾を用いているため、高射砲ではあるものの装甲車などを標的にすることも多かった。イランでは、独自に KS-19 の改良型が開発されている。 キューバでは、KS-19 を T-34、85の車体に搭載した自走対空砲が独自に開発され配備されている。また、シリアやレバノンを拠点に活動するヒズボラは、KS-19 を2、K12 空部、あるいは民生品の大型6輪トラックの車体に搭載した自走対空砲を運用している。ありがとうございます。